寄生植物は他の植物に寄生し栄養分を吸収して生育する植物の総称である。寄生根と呼ばれる特殊化した根で相手植物の組織と結合して栄養分を吸収する。葉緑素を持ち光合成によって炭水化物を自分で合成する半寄生植物と葉緑素を持たず光合成をしない全寄生植物に大きく分けられる。 ラフレシア寄生植物という場合、寄生する対象はほとんど種子植物、それも皮脂植物である。藻類には寄生性のものがあるが、普通は一緒に扱わない。また、それらの寄生の対象である宿主は、ほとんどが皮脂植物で、わずかに裸子植物が対象になる例がある。動物に寄生するものは知られていない。菌類に寄生するものもある。これについては、 不正植物の高を参照のこと。機種の種類が決まっているものも多い。例えばランフレシアは、ブドウ科植物、ヤッコ草は、シイノキ、ハマウツボはカワラヨモギなどに選択的に寄生する。しかし、イネカや、ショウガ科など幅広い単子用植物に寄生する、ナンバンギセルや、多数の草子用植物に寄生する、ネナシカズラ類などのように宿主の幅が広いものもある。ヤッコソウ。 土鳥ちハマネナシカズラなど絶滅を危惧される種もある一方、幾化植物のアメリカネナシカズラ、痩せウツボなど雑草化した種もある。白壇は古くからインドを中心に栽培され、仏教の伝播した東、アジア圏を中心に香木として珍重されてきた。栽培は大変困難であるため、インド政府により伐採制限、輸出規制が行われている。 その他には特に重要な有用植物は少ないが、西洋では宿り木に特別な意味を持たせる例があり、そのために栽培されることもあるという。日本では土取り餅や松組が子供のおもちゃになる例がある程度。他に南蛮ギセルは昔から干渉の対象とされ、ススキと共に鉢植えする例がある。規制が農業生産を阻害する要因となる主な植物は、 ハマウツボカに属するストリガ族とオロバンキである。共に、根に寄生するため除草剤が使用できない。ストリガ族はアフリカ、南アジアの熱帯地域から熱帯の半、乾燥地域に分布し、同地域での主要な穀物であるソルガム、トウモロコシ、ミレットなどを縮とし、アフリカを中心に被害が生じている。一方、オロバンキは、 中東から地中海沿岸を中心に分布するが、分布域は拡大傾向で温帯から亜寒帯まで広い。宿主は豆化植物、ひまわり、トマト、タバコ等で、オーストラリアでも被害が拡大している。ストリガ属は半規制植物だが、オロバンキは全規制植物でクロロフィルを持たない。日本では豆倒しが畑の作物につく例がある。ヤドリギやヒノキバヤドリギは、 有用樹種に害を与える場合がある。分類学的には、現在知られているものは、すべて、創始用植物に属する。他に、ラッシュ植物巻科に分類されるパリシタキサスアスタスも、あるが、これは、寄生植物でなく、口実の不正植物とする説が有力である。分類群としては、白断木に属する種が多いが、その他の多くのトガにも分布する。 なおラフレシアメは多系統群と考えられ、新しい APG 分類体系では全く別の目に分類されている。以下のような種類がある。ヤドリギ族ビスカムアルバム不正植物の例、銀梁層寄生植物に見かけ上よく似たものとして、不正植物がある。これらは、金根菌と共生する植物のうちで、光合成能力を失い栄養を完全に、金根菌に頼る植物であって、 菌類に寄生する植物ということもできる。他の植物と共生した菌根菌に依存する植物もあり、この場合は他の植物に間接的に寄生していることになる。また、着生植物は他の植物の上に育つ植物を言うが、その植物から栄養を吸収しない点で、寄生植物と異なる。なお、寄生植物ではないが、する植物などが他の植物に絡みつき、 その成長を阻害して腰させることもある。ありがとうございます。